スノーマン、結成以来初の USJ 全員ロケに大はしゃぎ、それスノ、初の3時間 SP 放送へ、マジで今日楽しみにしてた。9人組グループ、スノーマンが出演する29日放送の TBS 系バラエティー、それスノーマンにやらせてください。は午後7時から番組史上初の3時間スペシャルとして、超熱狂の春のユニバーサルスタジオジャパンでロケを観光する春休み特別企画を届ける。9人全員でユニバーサルスタジオジャパンを訪れるのは、スノーマン結成以来初めて。念願かなったメンバーたちは、束の間の春休みを満喫できることに大喜び。オープニングからテンションマックスで、マジで今日楽しみにしてた、ラウール、と期待に胸を膨らませる。そして、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのシンボル、ユニバーサル・グローブの前で、人気キャラクターのウッディ・ウッドペッカー、ミニー・ウッドペッカー、スヌーピー、ハロー・キティと一緒に記念撮影をして大はしゃぎ。果たしてスノーマンはユニバーサル・スタジオ・ジャパンをどのように満喫したのか。近日発表する続報にも注目だ。